おおくるね、ほら、おいおいおい、ちょっとどれぐらいで大きいか。はい、いや、わー、これマスも相当大きいんですよ。これ食わしてみます。これ食べてもらえますか、このカメラ。いや食べてくれるかも。食べてくれる。おお本当に食べそうなんですね。どうすか、乗りたいな。おお、子供だ。え、てかロープで引っかかっちゃってる。これなんか鼻すごい当たる。触ってあ、硬いよ。こんな触れるのかな。なんか乗りたいんですね。乗り場探しましょう。不思議な感覚。あ、ベビーちゃん。ちっちゃい。ちっちゃい。ケツ、おケツを。ケツとか持ってどうすんの。おケツを。すごいね。ね。こんな自由なの、ここ。すごいよ。これなんだろう。乗れるのかな。これ乗るとこじゃないですか。ですよね。乗られるとこじゃないですか。多分。佐久間さん、あそこ行ってくださいよ。あの、みんな人が待ってるとこ。もういいんだけど、これだと上がれないでしょ。ノンネットトロピカルガーデン。こちらは、さまざまなショーが行われていたり、広大な植物園としても有名です。ゾウさんに触れる機会もあり、家族で来ても楽しめる場所となっております。またこのようにゾウの親子が並ぶ光景は圧巻でございます。あ、トラです、トラですね。写真撮ってください。ハマピッチャーコンリオ。これはあの犬に色塗ったやつです。いや違いますよ、完全なトラですよ。すごい、あのお兄さん懐かしの対談、対面じゃないですか。おお、起きました。今気が荒立ってますからね、気をつけてくださいよ。いいね。怖いですね。はいはい、 OK ですか。 OK です、変わってください。トラとトラとトラと変わってください。おー、怖い。坂間、ちゃんと言葉を教えてください。ちゃんと、こんにちは。あのまでも目元があのシマウマみたいなね。もともとシマウマだよ。違う。ちょっとね、仲間がうるさくなったから ね、また来るね。ほらほら来るね。ほら、おいおいおい。いや、もう僕ね、タイガーとね一緒に写真が撮れたよね。はい、もうそれだけで正直言うともう満足で帰りたいです。だけどやっぱゾウさんね、うん、ゾウさん最後触れ合って、はい、ちょっと違うとこ、パタヤのね、うん、有名なとこ行きたいなと思いました。最後ゾウさん行きましょう。さっきあんな並んだから、やっぱこれちょっと早めに来た方がいいんでしょうね。いいですね、僕もそう思います。はい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 、こんなに近くにゾウがいるっていう光景がね、なかなか日本も痛いな、頭痛いよ今の。おーおお、ゾウがすごい真横、真横さがすごい。しっかり触ってね。あ、ほら、ほら、買収してください。お、買収現場を。別パターンで口のところに手を持っていてね、ゾウに食われる。おお、これがね、ちょっと手をこう押してね、ちょっと可愛いところに、ちょっと頭、よし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 、はい、これはね、やばい、すごい。ってことでですね、ロンネットのガーデンパークのところに来て、はい、ゾウさんとかね、トラトカとも一緒に写真が撮れるし、ゾウさんの上に乗れますし、はい、ここはちょっとあの子供にも、来たら楽しいんじゃないかなみたいな、ちょっとまあ、で楽しめるそうですね、場所なんじゃないかなと思って、すごくおすすめのポイントでした。はい、ではまた。
はい、皆さんご視聴ありがとうございました。もしね、参考になっていただけたらいいね と、コメントの方よろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。